wasting precious time just trying to figure you out. And I still can't seem to get these words out my stupid mouth. But I'm lucky it's been you who's coming back for more. Instead of walking away, knocking on my door.高校生の時初めてかっぱ寿司ってめっちゃうまかった記憶ある。かっぱ寿司行ったことないかも。そこはまっすぐでいい。あ、はい、まっすぐです。いやでもちょっと後でちょっと試着しようか。うん、してして。失礼します。借りていいですか。すみません。あ、いい感じ。良くない？あ、でもちょっといいかも。そこのでかすぎるのが逆にファッションに可愛い。なってる。あ、いいね。あ、前だけタックイン。皆さん撮影の時のさ、ガヤみたいな。いいね。可愛い可愛い。心ないやつ。可愛い可愛い。めっちゃいい。しかも今日のパンツにめっちゃ合ってる。確かに可愛い。でもこのあー、それだな。いいかな。いやでもね、いいんだけど、やっぱりセルティック。まあでもベッカム、まあ今日持ってるからね、うん、そう。で俺これ欲しいんだよな。わかるわかる。俺も欲しい。いや柴田でそれだったら俺着れないかも。確かに。うん、ピチピチになっちゃう。ピチピチかも。めっちゃいい。ちょっと鏡で渡します。すごいすごい本数多く感じますね、こうあると。これがベージュ、これ黒 SM ですか。これだけ2着作ってる、サイズ1で、これがネイビーで、あれですね、黒は洗いをかける前とかけた後。ああ、なるほど。待ってって感じだったんだけど、そこのフォームで、うん、普通に購入物意外と変わりますね。意外と変わる。あれどっち、これちっちゃい、ちっちゃい方、めっちゃ綺麗だな。え、めっちゃいいですね、やっぱり綺麗だ。上からのシルエットめっちゃいいね。大きい、大きい気がする。大きい気がする。でも大きくてもこっちはマジでちょうど今日これ大きいのもいいでしょ。綺麗。落ち方がいいし。クッションの方はやっぱりあのストンって落ちるんで。うんうん、あ、俺そのサイズ感が好きだ。うん、てか超綺麗だね。うん、そうそう、素材違いないでしょ。そうそう。あ、いいね。めっちゃいいじゃん。やっぱこっちだな。確かに綺麗すぎるわこれは。です。じゃあ、君はどっちがいい？こっちですね。あ、こっちなの。どういう印象が違う？やっぱジャストで履きたい。あ、ゆるっと。え、めっちゃ綺麗じゃないですか。え、一回シャツ出してみて。やっぱインした方が綺麗。いや、そんなに大きいからか、若干。なんかもうローライズっていう、もう頭の中から、うんうん、あ、そうですね、なんか、これ自体が M ローライズ、これ 2? 2 M か。え、身長いくつですか。172? 172?
でも、まあ、相当細いけどね。細身、ね、相当ではないか、細身か。何キロですか？あ、痩せちゃったから57、8ぐらいか。あ、痩せてる。めっちゃ細い。それ細、超細身みたいな。でも綺麗。ちょっと丈がまああれですかね、うん、でもなんかちょうどっていう感じ、うん、確かに。なんならぴったりですね、本当。ワンクッション、うん、え、いい。メンズもいけるんじゃないですか、これ。いや、うん、なんかいける気がしてきた、うん、似合ってるし。ネイビーを履いてます。アディダスと合わせて。あ、めっちゃ良くなった。めっちゃいいね。ちょうどいいかな。スラックスを作りました。ウールとワークパンツと2種類あるんですけど、形は基本的に同じで、違いはこの片玉口ポケットか玉口ポケットか両玉口っていう感じで、3色この
ワークパンツの方は3色ベージュと黒とネイビーで、ウールはネイビーの1色になります。この持ち出しの部分を結構こだわって作っていただいたんですけど、持ち出しをこう重ねて綺麗に履けるようにしてもらったのと、ウールだとちょっとここが伸びてしまうので、こういうボタンの仕様にしてもらいました。そしてこっちはフックとボタンでこう持ち出しが重なる感じです。でこの股上が浅いのがポイントで、私自身あんまりハイウエストのパンツを履かないっていうのもあり、ローウエストで作ってみました。ちょっと腰の部分が前下がりになっているので、履いた時にお尻がすごく綺麗に見えるデザインになってます。サイズは1と2の2サイズで、私で1を履いています。こんな感じで、4種類あります。ちょっと先行受注会とか受注期間については概要欄に貼っておくので、そちらをチェックしてください。